通った美しい見た目とプリプリとした食感、静岡県田子の浦沖で獲れる鮮度の高い田子の浦しらすです。田子の浦港漁協食堂には田子の浦しらすを使った生しらす丼を求めて年間7万人以上の来客があります。釜揚げも好評です。鮮度が高いためふっくらとした旨味の濃い釜揚げしらすができます。田子の浦しらすの鮮度の良さ、その秘密は漁の仕方にあります。通常はたくさんの漁獲が可能な二層引きの漁法が取られますが、田子の浦の漁場は地形が深いため二層引きの漁法には適さず一層引きで漁が行われています。そのためシラスを傷つけずに鮮度の良い状態で水揚げすることができます。取れたシラスは船上ですぐにザルに移し余分な水分を切り氷締めに。漁場と港が近いためすぐに寄港でき素早く市場へ水揚げを行うことでシラスの鮮度を保っています。田子の浦シラスの漁場地は駿河湾の最北に位置し、富士山や南アルプスの雪解け水により山の栄養が豊富に注ぎ込んでいます。さらに駿河湾は日本一の深さを誇り、深海から栄養豊かな海水が流入、その結果田子の浦シラスの餌であるプランクトンが豊富に育まれ、シラスの漁場として恵まれた条件となっているのです。明治時代から続く田子の浦のシラス漁、漁場環境、漁法、港の立地といった田子の浦ならではの条件が鮮度の良いシラスの水揚げへとつながっています。